パワーシステムズは IBM が2008年4月に発表したミッドレンジおよびユニックスサーバーのシリーズ。従来のシステム I およびシステム P の後継。正式名称は IBM パワーシステムズでパワーはプロセッサのパワーから。発表当時はメインフレームのシステム Z、X86 サーバーのシステム X、ストレージのシステムストレージなどと IBM のサーバー全体のブランド名である IBM システムズを構成した。なおシリーズ名は複数型で、各製品名は単数型で記載されている。前身の RS6000 同様、ベースは CHRP で CPU は Power、バスは PCI である。仮想化のテクノロジーや製品の総称を p o w e r v e m と呼び以下を含むオペレーティングシステムは 以下が同時に稼働できる。パワー6よびパワー7で強化された省電力テクノロジーをエンルジスケールと総称し以下を含む。2010年2月に発表されたパワー7プロセッサー搭載モデルパワー750よびパワー755ではアメリカ環境保護局が推進するエネルギースターに サーバーとして初めて認定を取得した。主な発表モデルは以下である。モデル名の数字の1桁目が 5xx はパワー6、7xx はパワー7搭載モデル。数字の2桁目は x1x から x4x はエントリーモデル、x5x から x7x はミッドレンジ、x9x はハイエンドだが時期や資料にもよる。 なおブレードサーバーは JSXX は Power6 または PowerPC 搭載モデル PS7XX は Power7 搭載モデルなお PowerSystems 以前よりシステム I はパワープロセッサを使用しローパーなどの仮想化技術を共有し本来の I5OS に加えて X や Linux などのオペレーティングシステムも同時稼働できていた PowerSystems からは さらにシリーズのブランド名称が統合された。世界最速の汎用プロセッサー、パワー7搭載サーバーの発表性能が従来の5倍に向上した、パワー、ハイエンドサーバーマイナス業界8024、スレッド同時実行の最上位機から100万円を切るエントリー期まで、パワー7搭載サーバーがフルラインアップに IBM パワーシステム AC922、 概要日本、www.ibm.com2018 年6月14日閲覧、ありがとうございます。